そうですね、毎日子どもたちが元気があって、子どもたちのがいるから続けられてるっていうところですよね。もう家庭、自分の子どもみたいに、そう思ってここにいます。卒業してからも会いに来てくれることですね。大学に入って教育課程を取ったら、ここに必ず来るから、僕が来るまで必ず行ってねって子供が言って卒業してくれたことが、いつまでも行ってねって言って待っててくれって言ってくれ